Jo! はい、どうも。さあ、ローレル久々です。さあ、2ヶ月ぐらいかな？乾燥期間。まあ、私2週間、前回の動画から別に変わってるわけはないんですが、更新は変わってるわけではないんですが、前回の動画からほぼ2週間ぶりでございまして、2週間ぶりに、まあ、動画、プラも触ると。で、ローレルに至っては、そうですね、2ヶ月ぐらい、もう乾燥かけましたので、ね、カッチカチですよ。もう、しっかり乾燥かかってますよ。ということでね、さあ、研ぎ出しの時間でございます。研ぎ出しの時間ですよ。もう、長いことほったらかしといたんでね。ということで、やっていきましょう。2000万。もう薄く2000万。ねえ、久々ですよ。ほんと久々ですよ。プラモ自体を触るのが。2週間ぶりですね。2週間前にね。動画的には特に変化はないと思われますが、私としては2週間ぶりに触る。ローレルに関してはもうずっとさ、このボディに関しては2ヶ月ぶり。もうびっくりするぐらいカチカチになってるんじゃないですかね。さあ、久しぶりにね、やっていくということでやっていきますけどもね。まあまあ、やることはいつもと変わんないです。研ぎ出しをやっていきます。さあ、苦行ですよ、今回。これからね、いつもの苦行が始まります。2週間ですからね。うちのね、研ぎ出しはただただめんどくさい研ぎ出しを、手間をかけて研ぎ出しをしていくということでね。で、今回もこれを使います。カードをしっかり出したいから、今回もこれを使っていきます。まあ、平面はね、普通に触ってもいいんですけど、今回はしっかり角をね、残したいというのがありますので、しっかりとね、これを使って、下手に角をね、悪くしないようにって言ってもね、多分、だいぶ丸くなってると思うんですよね。何ですか、クリアをね、しっかりかけてるんで。で、これで、まあ、茎も拭き取りながら、研ぎを忘れがないかというのを、ちゃんと見ていくっていう感じですね。はい。でね、どうでもいい話。まあ、研ぎ出しなんで、そんなに時間はかけないんで、どうでもいい話ですから。どうでもいい話。まあ、これと、この後、これ終わって、一部だけやってね。あとは裏を、次の工程はもう、続けてやりますんで。まあ、ちょっとまずは、2000番でこう研ぎ出していくという感じで、やっていきますが、とりあえずね、まあ、どうでもいい話。どうでもいい話というか、全然関係ない話。まあ、前回から、まあ、更新としては2日ぶりの、2日の、いつも通りの2日おきの更新、1日おきの更新なんで、あれなんですけども、まあ、2週間、まあ、二重生活をしてて、2週間実家に帰ってたということで、まあ、どういう状況だったかっていうことを、せっかくね、あそこまで説明した、話してるんで、まあ、その後どうなったかというと、ですね。まあ、とりあえず落ち着いてきたかなという感じですね。うちの親父の方なんですけどね。落ち着いてきたかなというふうな感じです。
まあいかんせんね、ご時世がご時世なんで、その連絡が全く、連絡は取れるんですけど、まあ親父も携帯はそんなに触らない人で、で携帯のあれがわかん、使い方がスマホに変えたばっかりだったらしいんですよ。なんで携帯の使い方がよくわからないんで、なかなか電話してこないんですけども、まあ、たまにかけては来るんですね。でその状況を見るに、一応今のところ、まあ、お袋が病院行くついでに必ず行って、自分の診察をね、同じ病院で受けてますから、自分の病院の診察があるたびに聞いてくるんですが、まあそれを聞く限りでは今のところまあ容態は安定しているということで、まあ皆さんにね、いろいろ言っちゃいましたけど、とりあえず今は安定しているということなんで、とりあえずまあ大丈夫かなというふうな状況でございまして、まあ一安心ってわけでもないんですけどね、長期入院になってるんで、ちょっとまあ親父もいい年なんで、ちょっとそのね、歩くとかその辺のことが不慣れになってくるっていうかね、まあ、歩けなくなったら困るんであれですけど、まあそうならないようにはしてくれてると思うんですけども、してくれてるらしいんですけどね、まあ言ってもリハビリは必要なんですけども、まあなかなかその大きい手術をしただけでね、リハビリをそんなにすぐできないっていう状況でございましてね、まあ今はまあベッドの上で軽いリハビリから始めるという感じでやってるそうです。はい、まあそんな感じですね。でね、まあそんなもんかな、特にその大きく何か起こったっていうことはないんで、今のところ安心してる状況ですが、まあいろいろ考えますわな、そうやってね、家族が病気になったらとかね、自分も病気持ちですからね、言ってもね、嫁さんはこの思いのほか健康なんですけれども、私は割と一応病気持ちではあるんで、その辺はね、心配をかけないようにしないといけないんですがね、とりあえずは落ち着いたということで、とりあえず今は落ち着いてということで、ちょっと1週間ほどこちらに戻ってきたので、まあ編集をしつつ、残って編集をしもって、まああれもやっていくっていう形ですね、こう作業も進めていきたいと思ってるわけでございましてね、まあとにかくね、何が言いたいかっていうと、こっから苦行が始まるんですよ。まあこれですよ、この研ぎ出しね、研ぎ出しの苦行がね、今日からまた始まるわけですね。研ぎ出しをね、なるべく簡単に済ませればいいんですけどね、どうも難しい方にやりがちなので、どうしてもその研ぎ出しがね、4回も研ぐからね、そう考えたらやりすぎかって言われてもしょうがないんですけど、まあそこはまあね、自分の今やってるやり方なんで、こうね、やっぱりね、いくらうっすらとって言ってもね、やっぱり綺麗に磨きたいから追い込んじゃうんですよね、これね、なるべくなるべくなるべくっていう感じで
そしたらね、やっぱり研ぎすぎる感がやっぱり出てくる、きますな。ね、ほんで今回はなるべくその角を残したいっていうのがあるから、余計気を使うっていうねところもありますんで、なるべくね角を出すようにとこう研いでいくわけですが、この仕上げの研ぎ出しはどうしてもね、やっぱりここで綺麗にしとかないと後が大変だっていうのがあるから、こんな感じで手間です。手間をかけてねやっていきますけども、この一番最初の取り出しが一番手間なんですよね、正直ね。まあ毎回言ってますけれども、この一番最初の取り出しでどんだけ綺麗にやるかっていうのがやっぱり肝になってきますんでね、これを綺麗に取り出しできてれば後が楽という風になるんですけども、特に今回ねこういう色にしたもんだから余計ね取り出しが慎重に行わないとっていうのはありますよな。せっかくね角も残すように取り出しして作ってきたんでね、最後まで角を残すようにっていう感じでね。さあどうでしょうね、まあこんな感じですね。まだまだまあちょっとあれですな、難しいですよね。こう、ま、できるだけ丸くね研ぎたいけど、丸く研ぐと研ぎ残しが出てくる。だからそれをうまくっていう風にやっていくと大変だよ割と大変ですね。今回はねこれがありますからね、鍵穴がありますからね、鍵がディテールアップでの針使いましたからね、なかなか綺麗に飛び出せないっていうのもあるんで、ここをどういう風に綺麗にやっていくかっていうのもやっぱり重要になってくるかと思いますが、どうでしょう、やっぱり大変だな、これ先は長いなという感じでね、まあ今天井はとりあえず削りましたけど、まだねうっすら柚子肌的なところが残ってる。これもあんまり力をかけずにね、とにかく削るしかないんで、これどないやってもね、限界はあるんですけどね、研げるとこと研げないとこの、できるだけそのまあ研げるところは研いでいきましょうっていう感じで、でそのついでにこういうね角もねうまいこと落としとけば後で楽になりますね。結構ねこれがねやってないと後でねばらついてて、面がばらついてて、ばらつくって言ったらおかしいけど、面がねガタついてる、ガタつくっていうのはメッキの影響で面がガタつくっていうことがあるんでね、この辺はまあしっかりやっときましょうっていう感じですね。いやあまり言うことないんですよね、あんまりしゃべることはないんですよ。結局実家で何してるかっていうと待機ですからね、別段難しいことをしてるわけでもなければ、まあお母ちゃんと一緒に家の片付けをしてるっていうのが中心なんですよね。さあこんな感じでまあ研いでいきます。ねしっかり研いでね、しっかりでとはいえ力はねなるべくかけないようにね、それでいてちゃんとできるだけ
綺麗に研げるようにねしていこうしていけばと思います。はい、今何分だ14分。うん、とりあえずこの辺で一回止めましょうか。で次はこれ一回全部研いだら一回洗ってで、しっかり水気を飛ばしてから次のコンパウンドの工程に入っていきますということで、一回止めさせていただきます。はい、それではとりあえずなんだあの2000番が終わりましたので続きまして、コンパウンド、順々に仕上げていきます。で今日はっていうかまずは粗めからですね。今日はこれで終わりという形になりますけど、とりあえずやっていこうと思うんですがね、やっていこうと思うんですがはいいんですが、ちょっとね、ちょっとまあペーパーをかけててちょっと思ったことがあるんですよ。今回ね、まあかけていきますけどもね、何を思ったかっていうのはね、この今回ね、ちょっとクリアをやりすぎた感があるんですよね。でそこが何どこに影響してるかっていうの、要は今回そのクリアを塗るときにかなりまあホコリに悩まされるっていうのをだいぶ前の動画で上げてたと思うんですけれども、まあそれがですね、ちなみに粗めなんで今回は丸く円を描くように描いてコンパウンドかけていきます。でそれが何どそれをどこで感じたかっていうと、こういうね筋彫りを入れたところがね非常にねクリアがねやっぱり溜まってるんですよね。でちょっとボコボコしてるっていうのがあって、でそれがねかなりねやっぱり気になるんですよね。でそれでどうしようかなとは思ったんですけど、まあとりあえずまあやらんわけにはいかんのでやっていくんですけど、ちょっとクリアのねやり方をねちょっと考え直した方がいいんかなと思って、とりあえず僕今なんだろう 0.3 使ってエアブラシですね、 0.3 使って、ほんで1対1で混ぜてやってるんですけど、今回みたいにそのホコリをかぶるとなると、どうしてもホコリを取った後あれをしなきゃいけなくなってくるんで、ホコリを取った後拭き直しをしないといけないんで、どうしてもそのね拭きすぎるっていうのがどうしても出てくるんですよ。でその拭きすぎた結果、そのボディそのものには垂れるほどにはなってないんやけど、その拭きすぎたそのクリアがこの溝にねちょっと溜まるような状況がどうも起きてるっぽいんですね。まあ、溜まるっていうことは拭きすぎて垂れてる可能性もあるんですけれども、そういうこともあってね、ちょっとねこのやり方を一回ちょっと変えた方がいいかなというふうに思うようになってきてね、こういう状況を見て、で実際ここボコボコしてるんですよかなりね。でねかなりその埋まってる感があるんですよね。でここはまあ実質
あれするところなんで、なんだ、メッキのフィニッシュを貼るところになるんで、まあ最終的にはその部分的には半分ぐらいはかぶさるんで、まあいざとなればちょっと掘り直して、そのね、埋め直すっていうかね、そういうのもやってもいいんかなと思うんですけど、にしてもね、ちょっと良くないなというふうに。で、まあそのいろんな人のね、そのクリアの吹き方とか見てるんですけども、やっぱり人によってクリアの吹き方とか、そのね、希釈率だとか、そういうのは千差万別じゃないですか。で、僕みたいにこうやってがっちりこの後このね、コンパウンドやらね、あの辺をしっかりやる人にしてみたら、こういうちょっと層、ある程度の層は作ってやらんといかんのだけど、その希釈率だとか、その何、量だとか、それひいてはエアブラシ、使ってるエアブラシとか、その辺もそのちょっとこれからは、まあ今最終的には綺麗に仕上がればいいんですけれども、やっぱりね、どんだけ頑張ってもね、綺麗になるためには、ある程度のその研究が必要なんだろうなというふうに、まあ今までこれで失敗してなかったからこれでいいかと思ったんだけど、こういうふうにね、いろいろ出てくるとね、やっぱりちょっと考えますよね。で、そうなるとやっぱりちょっといろいろとちょっと都度を変えていくというかね、まあ希釈するシンナーとか、今僕はあれを使ってますけど、こいつですね、レベリングシンナー使ってやってますけども、まあ、これもまあものによってはラピッドシンナーだとか、まあいろいろあるじゃないですか、ね、そういうのをね、やっぱりちょっと考えていかないかんのかなというふうにちょっと思いましてね、こうさすがにこう影響が出てくるとね、ちょっとその辺も考えていかないかんというような気がしてきてね、ちょっと今回のそのこのあれでちょっと前々から思ってはいたんですよ。このやり方が絶対正しいっていうわけではないんで、とは思いもう分かってやってたんですけども、やっぱりこういうふうにね、自分のやったことに対してある程度そういう負の影響が出てくると、ちょっと多少はやっぱり修正案を考えていかなあかんのかなというふうに思いましてね、まあちょっとどうしようかなと今思ってるんですけど、いかんせんそのね、機材まで変えるとなるとね、やっぱり大変じゃないですか、資金面的にも。やっぱりエアブラシもそんな安いもんじゃないんで、やっぱり 0.5 ないわけじゃないんですよ。ただその中華製のあれなんで、そんなにいいものでもないんですよね。だからそこを使ってみるかどうかっていう手もあるし、どうしていくかっていうね、その辺をちょっといろいろとこれからちょっとやり方を変え持ってね、やっていかんと
いいものはやっぱり満足いくものが、納得いくものがね、やっぱりできないじゃないですか。前もこの、あれがの出てきたっていうのは、埋まったっていうのは、実際あったんですよ。前々からあったのはあったんですけど、どうしたもんかなとは思いながらも、今もずっとこれでやってたんですけど、そうやって考えるとね、やっぱりちょっとね、難しいなって、プラムって奥が深いなっていう風にね、思うようになるとともに、何個か直す方法、いいように綺麗に作る方法っていうのを考えていかないかんのかなと、こう思っていってるところでございましてね。やっぱりこういう、この車みたいにそのデコボコがはっきりしてるような車もそうですけどね、最新鋭のそのスーパーカー、まああんまり僕は手は出さないんですけど、そっちの方は、そっちの方はあんまり手は出さないんですけど、それでもまあ手を出さない、絶対やらないってわけじゃないんで、その時の気分で買うんで、そうなるとちょっとやっぱり考えた方がいいのかなと、いろいろとね、もうもしくはもう物によってはそのね、拭き方を変えるとかね、うん、その辺も含めて考えていかにはいかんのかなと思って、あとはあれですよね、この筋彫りの入れ方もちょっと考えていかんといかんのかなというふうに思ったりはしてるわけですわ。この厚く塗るっていうので一番のその問題点としては、このこういうちょっとした段差が、この厚塗りをすることでその段差がなくなってしまうっていうのがね、やっぱり一番大きいところで、実際これね、本当はあれをするんですけど、ミラーフィニッシュをするつもりなんですけど、するつもりなんですけど、ちょっとねここ掘ってないのもあって、完全にちょっとモコってなっちゃったんですよね。なるとミラーフィニッシュ貼るの難しいなと思って、どうやって貼ろうかなというふうになってくるんで、そういうね、いろんな問題がね、やっぱりこの車でちょっといろいろ出てきたなと思って、まあこれボンネット実験とかもしたじゃないですか。でそういうのもあって、やっぱりいろいろねやっていかんと、変えていかんといかんのかなというふうに思ったりもしてですね、これだって今こうやってやってるけど、どこまでちゃんと取れるかわかんないし、下手すりゃね色だって出てくるかもしれない、いくら厚塗りしたったとはいえね、ちょっとハゲてくることだってありえるわけですから、薄かったりしたらね、極端に薄いところがあったりしたら、まあそうならないようにしてしたつもりではあるんですけど、ちょっとね出来があんまり正直言ってよろしくないなというふうに思っててですね、ちょっと今悩んでますね。どうなんだろうなっていうふうに、この傷も全然取れないですからね、思ったより傷が取れてないんですよ今回、その2000番で取った分がね、まあこれからまあどんどん番手の細い、まあこれも粗めですから言っても、これからはまあどんどん細い番手でやっていく、細かい番手でやっていくんで、今はこれでもいいんかもしれないですけどね、これがこの後どう
変化していくか、ここである程度傷の消しておかんと、このあと大きい傷なんかは消えなくなるんで、このボンネットの上とかね、屋根の上とかトランクの上とかはね、ある程度その傷消しをして艶をある程度は出しとかんといかんのかなと思いながらも、そういうそのぼってり溜まったのとかね、これちょっとどうしようかな、危険だけどまた掘り入れるかな、ちょっとそういうのをね、もう悩ましいとこですよね。ね、これ今まだツヤ出てきてるけど全然傷が残ってるんですよ。まあ分かりにくいんですけど、実際これね、機械手作業じゃなくてあれでやってる人もいるんだけどね、なんだ、ルーターみたいなもんでやってる人もいますから、それも一瞬考えたのは考えたんですよね。うん、ちょっと傷がなくなってきたな、それも考えたのは考えたんですけど、まああとは硬化時間か、硬化時間とかもやっぱりね、ある程度は置いとかんといかんっていうのは、まあ今回特に硬化時間長かったものだから、バッキバキに固まってるのはもう間違いないんですけど、うん、今回クリア失敗したなっていうふうに今ちょっと思い持って、こうコンパウンドかけていってるんですけどね。まあ金っていうか、研ぎ出しの段階でなんとなくそれは思ってましたけどね。うん、難しいですね、奥が深いですね、こういうのは。もうね、やりだしたらキリがないね、ね、細かい作業っていうのはね。頑張ってきれいにはするつもりですけど、今回そのクリアをちょっと失敗してる面もあって、もしかしたらちょっとうまいこと綺麗なものにならんかもわかんない。まあ綺麗な風にできるだけ持っていきますけど、やっぱり難しいですね。プラモって奥深いよ。本当思いますわ。今回で特に思うな。もともとその2層塗りしてる上にさらに追い打ちをかけるようにどっさりとクリアを塗ってるもんだから、いろいろと弊害が正直あるんですよね。工程としてはいつも通りなんですけども、それでもやっぱりね、悩ましいですな。しっかりとね、形を残そうと思ってやったにもかかわらず、やっぱりその弊害で残さん、その弊害でそのクリアがこういういつもより荒が見えるっていうね、いう風になってきたっていうのもあるし、いやー奥深い、プラモの奥深さをね、今回は特に知らされてますよ。どこまで許されるんだろうかというね、ふうに考えられますな。今何分？ 19分。まあこれ以上ちょっとやっていくとね、まだちょっと綺麗になるまではちょっと時間がかかるんで、これ以上やると何分間ずっとあれになるんで、まあこの辺にしときましょうか。まあこんな感じでコンパウンド最初の粗めですね、やっていってます。
ほらこれ埋まってるんだもんだって、ここ、これがしたくなかったのね。もうこの辺全然あのへこみがあったのがなくなっちゃったから、これも考えないかな。まあちょっとクリアの方をちょっと一回考えたらいかにいかんですな。はい、ということでこの辺で、今日はこの辺で、まあ残りちょっと地道に裏でやっていきます。ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。